玉木。おはようございます。久しぶりに朝稽古か。最近ずっと部活でしたから。もうすぐ大会だったな。はい。調子はどうだ。いつもと同じです。あ、とてもいいです。もう全部治りましたから。そうか、一緒に振るか。はい。この番組はフライングドッグ、スクエアエニックスの提供でお送りします。どうも。活気づいてますね、最近。今週末は関東大会ですから。それってすごい大会なんですか？ええ、関東レベルともなれば注目度も段違いですよ。はあ。そこに勝てばうちの強さが話題になる。そしたらきっと首は撤回してもらえるはずだ。何しろ俺には玉がいる。お手あり。ミヤミヤがサトリンから一本取った。お見事です、宮崎さん。すごいぞミヤミヤ。続けていくよサトリン。今の感じ忘れないうちに。はい。うちらも負けてらんないね。オッケー、カモーン。いける、今度こそいけますよ先生。はあ、いきましょう。やあ、どうしたのユウシ君。あ、いや、なんでもないよ、続けよ。関東大会か、そりゃ楽しみだね。たまちゃんは最近強く、何より元気になったって、お父さんも言ってたよ。お父さんが、ですか？ああ、やっぱり部活動が良かったんだね。なんといっても、同じ年頃の子と練習するのは、いいことだから。はい。でね、そこにね、ブレーバーが現れて。たまちゃんを助けるんでしょ？もう覚えちゃったよ。ごめん。その鈴木さんも関東大会出るの？そう言ってた。そっか。
今度の大会はみんなにとっても大きなイベントになるんだな。大丈夫かな。お、何が？あ、いや、別に。なんだか部の雰囲気が良すぎるからさ、逆に心配になっちゃうんだよ。俺だけ負けたらどうしようとか。大丈夫だよ、ユージ君は強いから。あ、ありがとう。じゃあまたね。できた！よし、完成！これで明日。まだまだ、これから。そこはね、ダン君、1時間コントローラーに触らずにほっとくんだよ。そっか、なるほど。お、1年、久しぶりだな。どうも。行くぞ。あの、ユージ、今度の土日、大会なんです。だから、なんだ。だから。うぜえんだよ、誰がやるか。俺たちはとっくに部活やめてんだよ。じゃあな。ユージ、なんで、なんでかな。大会を前にこれだけは言っておく。お前たちは結構強い。結構って、どうせなら断言してくださいよ。断言できるのはタマぐらいだ。結構強いからって調子に乗ってるとすぐに足元を救われるぞとか言いながら微妙に上から目線ですよね。あー、ややこしい。だからあれだ、油断は禁物なんだが、やる気がないとすぐに負けてしまうんだ。どっちにしろ負けちゃうの。違う、あー、もうなんつったらいいんだろうね。はいはい、待って、みんなおいで。レッド、ブルー、ピンク、グリーン、スーパーダン、スーパーユージ、小次郎長官で、私がイエロー、村江校剣道部の印だよ。おー、かわいい。さすが部長。よし、これが勝利のマスコットだ。村江校ファイト。いっぱいいる。緊張するね。こんな規模の大会初めてですもんね。ああ、今までとはわけが違うぞ。ここで勝ってこそ本物だ。あんな回転寿司なんか目じゃないほど名誉なことなんだからな。回転寿司、悪かったな。あ、先輩。よう。おはようございます。よう、来てたか。合宿以来ね。元気だった？もうこっちは大絶好調ですよ。そうなんだ。何でした、うち。ブロック表見たか？いえ、まだ。うちとそっち、当たるのは決勝よ。マジっすか？今日は団体だけだから、勝負はそこね。ま、どっちも勝ち残ればですけどね。演技でもねえこと言うな。この大将、ここでやるのやばいっす。どのくらい参加してるんですか？団体戦か。ここね、4回勝たないと決勝までいけないわよ。そんなの今のうちなら楽勝っすよ。決着は明日の個人戦かな。この熱気、昔を思い出すな。そうっすね。決勝で会おうぜ、小次郎。目標はそこだろ。もちろんっす。勝ちますよ、また。言ってろ。
人口が緩やかに減少していく中、これだけの熱意を持った皆さんがここに集まり、腕を競うことに大きな喜びと期待を持っております。この中にリンさんいるのかな。新しい新しい剣道のあり方が世間に広まっていくわけです。ではただいまより第55回関東高校生剣道大会を開催いたします。おー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 あ、猫だ。剣道の神様ってのはいるね。いるわね。あんた何番？時報よ。オッケー。今日のうちにケリーつけましょう。悪いけど前の宮崎さんだと思ったら痛い目に遭いますよ。ふん。悪いけど私も前の私じゃなくてよ。あなたは私に追いつけない。フォーエバーにね。でも二刀って高校生は公式戦じゃ使えないんだよね。うん。どうするつもりだろう、キャリー。終わり。やった、サガリンが当たった。その調子だ。何を仕掛けてきても絶対勝つ。ミヤミヤ。ああ、間に合った。みやこちゃん、全部取ってあげるからね。礼あり、勝負あり。よし、一緒。頑張れ、みやみや。ファイトです。一等だ、やっぱり。でも、これで可能性出てきましたよ。だな、とにかく一本だ。落ち着いていきましょう。始め。二刀じゃないのは複雑だけど、これね。ここに負けたら剣道やってる意味ない。一刀で弱いわけない。ミヤミヤ頑張れ。強くなったわ。でもまだ私の足元に。ミヤコちゃん、どうあり。つまんない。勝負あり。惜しかったよ、ミヤミヤ。もう少しで勝てました。どの道負けってことよ。ミヤミヤ。ダンク！悔しい。
3回戦進出か。お、先輩。そっちもですね。ああ、連中、本気でそっちとやりたがってるな。いい傾向だ。大歓迎ですよ。うちもミヤミヤの分はみんなでカバーできてますし、タマとアズマはまず間違いなし。キリノとサヤで勝てればマジ決勝狙えますよ。そんな星勘定だけじゃ足元救われっぞ。え？今日見た？次、私たちとは。リンさん、就玉だったんですか？うん、大将。タマちゃんは？私もです。そう、よかった。ねえ、タマちゃん。はい。あの時話したわよね。ブレイバーはシュナイダーに勝てないって。はい。どうして勝てないか、その答えを今日教えてあげる。え？知り合い。もう金ねえよ。行こうぜ。もう少しぶっ殺してからだ。ちげえよバーカ。何してんだバーカ。悪い、マジ悪い。気にすんな。な。ほやな。あれ？何この人？切れてんの？たかがゲームで。もういいだろう。行こうぜ。いや、こいつにコンティニューだ。はぁ、つまんない。どうだ、室江は。先方は勝ったんですが。時報、中堅が続けてやられました。苦戦してるな。元気ないんすよ。なんか時報の子なんてほとんど動けませんでしたからね。室井らしくねっすけど、まあでもあの子が大将ですから負けはないですよ。キリノ、お願い、タマちゃんにつないで。頑張ってください。先輩ミヤミヤ、今は応援だな。うん。次はミヤミヤも復活するだろう。とにかく勝ってくれ、頼むぞ。わかりました。お手あり、勝負あり。やった、勝った。なんとかなった。これで次またチャンスありますよ。そうだね。あとは頼むね、タマちゃん。はい。ああ、きつかった。向こうは強いよ。まあでも、タマちゃんならね。あの、先輩、次、順番変えてもいいですか？宮崎さんに先方行ってもらった方が。そうだね。そしてみよっか。こいつら、ちょっと緩んでるな。試合終わったら一言言っとくか。始め！黙ってろ。お母さん。タマちゃん、しっかりして。試合中だよ。ギャー！メガリ！片手目、冗談から。しかもそれで一本なんて。この人強い。
ぱりあれ弱点なんですね。メモしときましょう。ちょっと安藤さん、その必要はねえかもな。強い。とにかく一本取らないと。お母さんじゃない。ブレイバーが負けないのは正義だから。じゃあ負けたことがあるものは正義じゃないの？とにかく一本一本取らなきゃ。彼女に使っちゃダメなんだ。勝負あり。しろ。終局。小田島レイミです。今日もみやこちゃん負けちゃったけど、へこんでるみやこちゃんもレアなのでレイミ的には OK です。かっこいいみやこちゃん、凶暴なみやこちゃん、笑顔のみやこちゃん、怒ってるみやこちゃん、寝ているみやこちゃん、タンスの角に足の小指をぶつけて飛び上がってるみやこちゃん、どれも辛抱たまらんです。次回嘘と沈黙ではどんなみやこちゃんが見られるのかな。あー、もう考えただけで。この番組はフライングドッグ、スクウェアエニックスの提供でお送りしました。